お疲れ様です。ウーバー帰ってきて、お腹めっちゃ減ってます。今、深夜0時15分。途中で雨も降ってきてね。でね、お腹減ったんですけども、この前から、日にちは空いてるんですけど、日清焼きそばであったりとか、この前もモダン焼き作ったりとか、焼きそばが続いとったんですけど、今日はもうラスボス焼きそば。好きなんですよね。おばちゃん焼きそばということで、鼻毛のおばちゃんにお伝授教えてもらった、あの西成焼きそばを作ってみたいと思います。よいしょ。もう、ワンパンでいきますよ、ワンパンで。もう、ね、お湯を張って。おばちゃん焼きそば、まあ、西成焼きそばなんですけど、おばちゃんが、ね、もともと昔働いてた店で開発した、まあ、居酒屋やから、ナポリタンとか、大阪ではイタリアンやけど、そういうナポリタンとか焼きそばとか、そんなんが、こっちゃなるから、もう、同じ麺でやったらええやんっていうことで、まあ、それが意外に美味しくて、西成焼きそばみたいな感じになったらしいんですけど、うん。まあ、そうね、おばちゃん、流、鼻毛のおばちゃん焼きそば。作っていきます。まずフライパンに、よいしょ。まずフライパンに湯、もうフライパンでいきます。お湯沸かすところからやります。スパゲティはね、安いし、助かりますわ、ほんま。独身のおっさんに。いきたいと思います。絶対皆さんは豚バラでやった方が絶対美味しいと思いますけど、この時間ねスーパーとかやってないんですよ。豚バラがコンビニでもなんかたまに売ってるとこあるんですけど、冷凍のやつね、ウェルシアで粗挽きウインナー売ってたんで、ウインナーを使って焼きそば、やっぱりね、肉系は焼きそばなんで欲しいんだから、今日はナポリタンにもなるし、いいな、炒めやすいように半分切って、ケチャップで炒めたらナポリタン。だけど今日はソースで焼きそばにしていきます。いつも思うんだけど、おばちゃん喋りながらやってるのすごいな、ね、こっちになんか切る方とかに集中してしまって、あんな器用にできへん。茹で上がってきました。ちょっとね、僕は片面が好きなんで、でもいい感じやな、ね。焼くんですけど、僕はなんか食感が好きなんで、いっぺん水で締めます。こんなん言ってますね、焼きそば用いろいろ使える、細切りキャベツのやつ、玉ねぎ、人参が入ってるやつ、半額でしたので買ってきました。油を引いて、これ野菜がね、細切りやからもうさーっと炒めて、豆乳、めっちゃうまそうやん、もう匂いめっちゃええわ。
ってるよ。あいつを引き起こそうしときますね。んで、ここで、ここで、先にマヨネーズをね、油という意味でも、ドロソース。このソースの焦げる匂いたまりまへんな。よっしゃ、できたんちゃうか。よっしゃ、できたで。ほら、いい感じにできてますよ。できた。できました。よっしょ、ほら。美味しそうじゃない。いただきまーす。まずお水さ、これめっちゃファンの方にいただいたタンブラーっていうの、これめっちゃ使ってます、ありがとうございます。そしてうん、うまおばちゃん焼きそば、うま、絶対豚肉でやった方が美味しいと思うけど、このソーセージでも全然平気です。うまい。うん。めっちゃうまいやん、これ。あの、麺がね、スパゲティでやった方がむちゃくちゃ美味しいですよ。うん。さすが、おばちゃんすごいな、こんなん。これもうハマってもうてね、これ。スパゲティでやる、パスタでやる焼きそば。おばちゃん焼きそば。これがね、もううますぎて、うますぎて。うん。めちゃくちゃ美味しい。これ一遍みんなほんまにやってほしいわ。どんだけパスタでやったのか。ああ、これ焼きそば続いたから、ラスボスですよ、これ。ね、焼きそばシリーズ第3弾。おばちゃん焼きそば。うんまっ。西成焼きそばとも言うらしい。おばちゃんが名付けたらしいよ。ソーセージも全然合うね。そう。うまっ。最高。おいしい。